光電車。さあ、やっていきましょう。今晩やっていくのはこちら、クターのエスケープ。エスケープ。もうわからんね。もう、クター自身もハテナ浮かべとるよ。で、ゲームがわからん。まあ、まずは、あらすじ読んでいきますか。わからん。どんなゲームかわからんのでね。笑っているのか泣いているのかさっぱりわからないが、幻のレインボーアイスが食べたいと思っていたら、突然、室に閉じ込められてしまった脅威の無表情キャラクター。いろんなものを調べてこの部屋から脱出する手がかりを見つけよう。思いもよらないところにヒントが隠されていたりするぞ。ゲームオーバーはないから安心して遊べるよ。おお、ゲームオーバーはないと。しかも多分これ一回やったらもうあれだね、ハイスコアアタックとかそういう感じじゃなくなっちゃうね。分かっちゃう。みんな284クターなんですが、おお、俺は上から下まであれですね。アザラシって人がいる。俺の親戚かもしれん。今回はあれか。なんかこう、あまりに284に並んでるから、うん。わかんないね。いろんな人の名前があるね。いわゆるあれか。なんか脱出ゲームって感じかな。じゃあまあやっていきましょう。やっていくよ。はい。おお。落ちた落ちた。あ、死んでない。これは一体。あー、絵から何か察しろと。あ、違うな。下に下がる？ん？お、なんかある。え？ゴミ箱だね。テクノボトス。うん。んで？絵が怪しいね。絵が怪しいけど、押しても何もないね。これ何するの？テクノポトス。もう、はよ。これ、とりあえず開けるんじゃないか？じゃあ、これ。あー？こっちに割れる。なんもねえよ。戻せ。戻そう。なんか順番大事そうじゃないこれ。なんかそんな気がするね。このヒントが使えるんじゃないか。順番を逆にする。下から上の順番にすればいいんじゃないか。違うね。もうこれでいいじゃん。伝説の鍵を手に入れたじゃん。すまない。笑ってしまったよ。シコティッシュは毎回これだな。これもテクノポトスもなんかありそうだね。割ったよ？割ったよ？いきなり。おお、今日俺早寝ようと思っとってさ、明日から実習なんすわ。早寝なくちゃなって思ってて、その早く明日から実習っていう現実から逃げてえなと思ってこのゲームを選んだんさ。思いがけず長いなこりゃ。早く寝させてくれ。はあ、これを使うんじゃない？ここで。これをここに。使う感じじゃないな。ん？あ、これで OK だ。こうでこう。こうで、こう。ん？違う。こうしたら？これで変わりゃしねえな。裏返すだけか。
眠たい頭にクターは危険だ。あ、これもしかしてあれか、下にしてるのか。これはまずいですね。永遠に脱出できないかもしれない。おお。なぜ1に5にした？ 1に3にしてみるか。お湯、お湯、お湯、水、つかないテレビ。これ生放送とかでやると、いや盛り上がらねえわ。何も光ってないな。この箱怪しいな。怪しいだけ。やば。やば。今回の企画やばいな、この動画。編集しないでは上げられないぞ。ほう、こっちは？なんだっけ。なんたら虫、ヒゲ虫。ヒゲ虫だ。あれはヒゲ虫。これ下げてない、多分。下げてるけど何もないんだよ。絵を下げてる。ん？これに刺す。そういうわけじゃないな。刺せないな。鍵を土に刺す。関係ないね。これがなんかありそうだけどね。何もないですね。ここにゴミを投げ捨てる的な。これはめちゃくちゃここを示してるっぽいけど、でも何もなかったんだよね。このタンスっぽいんだよね。これはちょっと動画とするにもちょっと。おお、ここに使う鍵か。で、ほう、開いた。なにこれ。取ろうよ、なんか。これは何？このボタンがまた何かわからないな。全部使いたい道具なんだけど。またこれが何かよくわからないね。ん？なんかこう、ライトっぽいけど頭につける。違うかな。なんだろうこれ。鍋。こうして、電気をつけるよね。やっぱり。つかない。なぜだ。この電池を下げ、電気を消せることの意味は何なのか？ここで押しても関係ない。いや、ちゃんと脱出ゲームしてるんだもんな。ちゃんとやりすぎだよ。ちゃんとやりすぎだよ。ここでも押してみる。
スイカが出てきたね。スイカを割るとコンセントみたいなものが出てきた。コンセントどこで使う？違う。この電気のついた状態で、電気をついた状態で懐中電灯を照らすとか、そんなんじゃないかなと思ったんだけど、電気をついた状態で色変えても変かな。考えてる。めっちゃ考えてるけど。どこだ？これはどこで使う？どこで使うと思います？クタゾンって書いてあるな。クタゾンだこの。いや、お手上げだぞ。この辺のヒントが謎なんだよな。まだ回収できてない。三角形に、リンゴが5つ。違うな。6つか。三角形にリンゴが6つと、この並びのやつ、っぽいようなやつ。これ。下、1、2、3にする。やっぱこうだとこれは思うんだよね。これはこうだと思う。で、これが数字じゃないのか。リンゴ三角、リンゴで三、六、三六、三角、六、三六、リンゴ。三角、リンゴの五。三角、六、リンゴが6。だよ、三角、リンゴ。三六、リンゴ。365日。違う。これの使い道もわからん。さす、関係ねえ。これはもう押したよね。方々で押してる。押して回ってる。何もない。脱出ゲーム苦手だよ。何に使うんだこれ。これもなんかこの形状からして何に使うかがわからん。だってね、コンセントの先っぽじゃんこれ。先っぽだけじゃん。緑の色に合わせる。これ欲しいんだよな。いや積んでるわ。これの攻略法誰か教えて。いやーちょっとわかんないな。もう一回押してみるか。ちょっと下にスクロール。使える場合もある。画面上でクリックすると使える場合もある。ヒントらしいヒントにはなっていない。
あ、ティッシュなくなったぞ。ティッシュなくなったんで。なくなっただけだな。中には何もないですね。中にいるってわけじゃないね。なくなったぞ。なくなったんじゃなくて、ただ被ってただけかな。6なんだよな。リンゴの数も6なんだよな。もしや213か。213。三角はなんだ。三角は、いや違うな。五角。五角形が六角形。五から六にする。五から六にする。テクノポドス。いや、わからんて。いや、わからんて。今、2時。デタラメ打ちまくるか。ダメだ。ちょっとわからんっす。わからんっす。この辺の窓、関係ない。この辺の窓、関係ない。ダメだな。これをなんか刺すとか、違うよな。ちょっとわからんっす。ここで打ち止めだな。212まで。わからん。この辺は怪しいけど、怪しい。ここがすごく怪しいんだけど、この時点では謎が解けないので、とりあえず今日はここまでにします。また謎が、もしも謎が解ける人がいたらコメント欄にお願いします。コメント欄より先に自分が答えを見つけるか、コメント欄でもうすでに教えてもらう方が早いのか、そういう風な時間との勝負になるかもしれないけど、わかんない。本当にこれは、はあ、実習からエスケープしたいなって気持ちで始めたけど、なんかエスケープできないってことがわかりましたね。まあちょっとこんな感じの動画ですけど、今日はここまでにします。特定も表示されないよ。何位かなんて、これじゃ何位とかなるの。ならないね。下の得点でランキングに入っている人はどうやったらこれこうなるんだろうね。退出の仕方がわかんないわ。はい、ということで今日はここまで。クターのエスケープでした。ほなまた。